こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、YouTube っていう仕組みはね、本当にありがたいなと思いますし、まあ、ブログもそうですよね。あの Twitter も厳密に言ったらアーカイブは残るんですけども、でも例えばね、3年前の Twitter の何ですかね、発信からね、何かアクセスを起こしてくれるってことはまあないと思うんですよ。でそう考えると、今日ね YouTube を見て FX の基礎講座にお申し込みがあったんですよ。一件昨年29万8000円で販売していた FX の基礎講座に1年経って今ね申し込みがあるというね、もうすでに Google が集客してくれて、まあ購入者を届けてくれるっていうね。だから営業するのがなんかもうすでに時代遅れっていうかね、売る気やる気根性で靴減らしてあちこちにお願いに行くって形じゃなくて、必要なものは向こうから来るよみたいな時代なのかなと思うんですよ。おそらく何らかの検索によってその方は私の動画、 FX の講座紹介の動画に行き着いてで連絡くれたと思うんですよね。この動線が引けてるかどうかっていうことと、それを前からやってるかどうかってことが大きいのかなと思うんですよ。これでね、きっちりと入金があれば29万8000円ですからね、思いもやらぬことですよ。で最近のことですけども、昨日みんなの銀行の売上3000円だったんですよ。で今1500円の期間ですから、3000円に対して1500円のボーナスが10月の末ぐらいに入金されるってことになりますけども、これも過去に作ったみんなの銀行のご案内の動画がね、どっかで再生されて誰かが登録してみたいな感じでしょ。でこの1週間みんなの銀行の動画作ってないですからね。だからこういうふうに自分が働かなくても無数のクローンがね、まさにインターネット上の自分のログが多くの方を結びつけてくれるっていうのがまあ醍醐味ですよね。だからまあ私もね、やり始めた時っていうのはやること自体で集客販売するしかなかったんですけども、あれから何年も経ってやらなくても自分の作ってきたコンテンツが多くの人をねまた結びつけてくれるのは本当にありがたいことだなと思うんですよね。だから本当インターネットの醍醐味っていうのはもはやもうね、自分がいなくても収入が上がり続けるというね、止めたくても止まらないみたいなことがあります。アフィリエイトサイトをたくさん作った時のまあなんかリンクが残ってるのがあるんで、そこからまだね細々とですけども売り上げが上がり続けて、本来でしたら本でも出版しないとそういうふうな権利収入って得れないはずなんですけども、本出してるわけでもないのに倦怠利益収入があるという、まあしかも経費ゼロですからね。これも経費ゼロでちょこちょこっとやったものが、未来に資産を残すみたいなね、この未来資産という考え方、今日やったことが明日や明後日やし明後日や5年後や10年後に影響を及ぼし続けるっていうね、すごいですよね。はい、じゃあ失礼します。